よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの、びっくりさせないでよね。ちょっと寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からすると、あんた本当に孫君じゃないの？でも見た目は間違いなく孫君だし、もしかして記憶喪失？ああもうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんたはまさか16号なの？ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて、一体何が起きているっていうの？なんとか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時、直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号。え？孫悟空にリンクしているもの、
孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。抵抗するというなら力ずくでも連れていく。孫悟空、状況はよくわかんないけど、さっさと16号をやっつけちゃってよ。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。安心しろ。殺すわけにはいかないから。才能は本物のようだ。ならばこちらも手を抜く。Yeah!